世界ラピコーン、どうもどうもヤラピコーン、ヤラピコーン、ヤラピコーン。そしてマリちゃん、あはーい、ホロライブ3期生報酬海賊団船長の本社マリです。いやちょっとソラ先輩戸惑ってんだよ。なんか今戸惑ってない戸惑ってない。いやということでね、始まりましたよ。イエーイ。今回はダーツライブ様とダーツハイブ様との共同プロジェクトということでね、なんとホロライブとのコラボレーションが決定しました。イエーイ。2人ともダーツどう、やったことある？結構ほらちょっとダーツっていうものをソラ先輩覚えてらっしゃるかわかんないけどですけど、はい、ゲームでしかちょっとやったことなくて、あー現実ではやったことがないと。え、なにマリあるってことなの？あるぞ。まあないで、いやでもあのね、ちょっとやったことあるんだけどね。あ、そうかも。まあ、普通にいきなり真ん中当たっちゃったけどね。お、あれこれはもしかして期待、ごめん今日すごすぎたらマジでごめんね。なんかみんなの目立つ場面がないかもしれない、ごめんなさい。あれそらせばペコーダ、さっきマリンが何見た姿見たペコーダけど、相当ひどかったペコーダ。そう、相当なんかうるみたいな感じじゃないんだ。そういう競技だっけな。いや、わかんないけども。ということでね、今日はね、実際にね、はい、遊んでいけたらいいなと。おー、遊べるペコーダ、やったー。がまずはね、はい、コラボの内容について説明させていただきます。お願いします。はい、ということでコラボの実施期間は2022年9月の1日木曜日から10月の2日の日曜日まで。はい、1ヶ月。そうなの、1ヶ月なんだよね。貴重ですね。貴重だね。ダーツライブ実機でのコラボゲームカウントアップですね。カウントアップ、そう、カウントアップっていうのも後で説明するね。そしてお願いします。あと全国2700店舗での、ね、そう、そんなに、そうなの、ノベルティの配布、ノベルティ。そして新規書き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの企画。おー、やったー。それになんとなんと SNS フォロー&リツイートキャンペーンまでしてください。はい、というわけでね、2700店舗で、え、そんなにあるペコなんですか。ごめんなさいペコ。2700? じゃあもうどこの地域の方々も遊べるということペコなんですか。大勢に見てもらえますね、我々が。だからね、どの店舗で行っても楽しんでもらえるととても嬉しいです。お願いします。そしてですね、さっきもあったカウントアップ、ホロライブカウントアップっていうのがあるんですけど、はい、こちらね、期間限定のオリジナルコンテンツとなっております。はい、実はね、ダーツ1等ごとに背景イラストがランダムに変わるようになってるスペシャル仕様で、そうそうかな。カウントアップはね、普通にあの点数をどれだけ取れたかっていう勝負にする。ああ、なるほど。遊び方なんね。そう、シンプルで誰でも分かりやすいルールになってるんですよね。しかもね、100種類以上の変化するイラストを、100種類、ねえ、これが、9月の1日から10月の2日まで遊ぶことができるんだ。じゃあもうこの1ヶ月通い詰めて100種類見ました。見るしかないですよねみたいなね。ぜひぜひ見てもらいたいよね。はい、どんだけあるかね、ちょっと私もできる限り見たいなって。通い詰めたいかな。通い詰めないと1ヶ月、毎日ペコだね。毎日行くぞってね。そしてキリマンとかゾロ目、はい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 、点数があると思うんだけど、ええ、その時にはなんとね、他にもオリジナルイラストが出現します。ああ、そういうのもあるんだ。豪華すぎないペコですか、ちょっと。だからね、キリマンを狙ってこう打つっていうのもね、すごく大事なんじゃないかななんて。なるほど、これ100種類ポンプするの難しそうですね。ねえ、通い詰めないと。そしてまだまだありますよ。ですか。はい、ということでね、もうみんなも取ったと思うんですけど、あれペコかな。そう、あれなんですよ。ゲーム開始時、プレイヤーチェンジ時などね、ゲームの進行を完全トリオレスボイスで私たち3人がナビゲートします。やったー、取りました。やったー、取ったよー。ということで登場順はね、決まってるんですよね。はい、なんと私、時の空が一番最初でーす。おー、そして2人目はそのペコちゃん。あー、真ん中来た。そして3人目が本社マリちゃん。最後まで遊んでください。はい、というわけでこの順番でね、ボイスが
楽しめるということなので、ぜひぜひみんな遊びに来てね。お願いします。そしてまだまだあるんですよ。まだでしょ。実はランチマシンダーツライブ3でホロライブカウントアップを5回プレイすると、ダーツライブの背景カビカビっていうのがあるんですけど、それデジタルコンテンツでライブエフェクトがゲットできます。何それ、どういうこと、どういうことですか。ダーツライブのところで背景選べるんだよね。そうなんだ。その背景のエフェクトが5回やると絶対もらえると。3回って言ったけど5回は最低いかなきゃいけないですね。しかもダンスライブ3で遊んでもらいたいと。はいはいはい。そこに3っていうのは何、3とか1があるってこと。ありますあります。あ、なるほど。あ、確かにダンスライブ3って書いてある。そう、あのこのね、第書いてあるダンスライブには2とか3とか種類があって第によってあるんだよね。その中でダンスライブ3の方で遊んでもらいたいということですね。はい。その他にもキャンペーンは盛りだくさんなので、ぜひぜひ楽しみにしてください。お願いします。お願いします。しかもね、それだけじゃないんだよね。なんでしょう。いや、私たちのさ、2月のグッズが出るということで。知ってたけど確かにね、知ってはいるよね。嬉しい。そうなんですよ。でね、しかもみんなに楽しんでもらえるようにとオリジナルダーツセットがまたありますよ。え、じゃあこのダーツセットは持ってってその期間遊べるってことペコなんですか。熱いわけじゃない。そう、期間中にはもう出てるんじゃないかな。お、使えるってこと。じゃあぜひ使ってほしいペコだな。そうなんですよ。でね、この元々のカードにダーツのライブテーマ、ライブエフェクトがすでに内蔵もされているので、カードもね、すごい可愛いしね。うん、そう、嬉しいらしたのね。そう、1人ずつね、ちょっとね、違うのにね、それもね、ぜひぜひ見てもらえたら嬉しいなと思いますし、はい、お願いします。持つものもね、もちろん私、シオのものありますので、投げるやつ、投げるやつ、ぜひぜひ。今回で初めてやる、ちょっとダッツって欲しいなって人はですね、私たちのダッツと使ってもらえると嬉しいななんて思います。ありがとうございます。そしてそして、このダーツについてのことはぜひぜひ皆さん、コラボ期間中はハッシュタグホローダーツでツイートしてもらえるととっても嬉しいです。ホローいいですね。いいね。なんかいっぱいツイート来るといいよね。そうですね、なんか行きましたみたいなのとか、ね、行きましたでもいいし、こんな点取りましたみたいな。あ、いいですね。知りたい知りたい、ゾロ目いけたぜみたいなのでもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひマウント取り合ってください。いや、私は前からダーツやってるから。いや、そうですね。そう、めっちゃ詳しくてまして、それさ、最初にやっていらっしゃるんですよね。そう、やってるんだよ。だからこの話聞いた時にもう本当に嬉しくて。そう、うちらのリーダーですからね。今日先生、先生ってことだからね。わかんないけど、いや、だからね、なんか私のダーツセットがあると思って、もうそれだけでも持ってますもんね、ダーツセットみたいな。マイダーツみたいな。マイダーツみたいなね。そう、持ってる。またね、これからはなんかやっていいのかわかんないけど、自分のマイダーツで。おー、いいよ、いいよ、いいよ、だって思っちゃいますよね。じゃあ、お揃いで遊べますね、ゲットすれば。みんなお揃っちゃだ、お揃っちにしようでさ。二人はね、今回が初めてっていう感じだと思うんですけど、そうそう、なんかね、ちょっと前からスタジオにこう、ね、あったよね。で、一瞬遊ばせてもらったことがあって、その時は、めっちゃったら真ん中に刺さって、これ才能、完全に才能があるって思った。さっきちょっと練習でやったら、え、前田さん入ったってことなんだよね。いや、ちょっとね、それ練習だったんで、今からこれ見せれるかなっていうのをちょっと頑張りたいと思います。え、でもこれ真ん中に刺さればいいってもんじゃないんですね、もしかして。カウントアップだから点がかければどこでも大丈夫って。点がかければペコなんだ。ペコはどうなんですか。ペコーラちょっと初めてで、ダーツ自体はそのゲーム、ソラ先輩とのちょっとあのコラボ、ちょっとダーツのやつをやった時に初めてそこでやったペコだから。でもリアルとはやっぱ違いますペコだよね。なんでちょっとね、持つ重さの感覚とかも違うから。でも、打ち方というかはそんなに変わんないんじゃないかなと思うけど。手取り足取り、こう打ち方をこう手を取ってこう。ソラ先輩、ペコーラに教えてください。マリン、打倒マリンでいきたいんだよ、ペコーラ。あ、なるほどね。え、ちょっと、じゃあ、さっき公平、公平に、マリン先輩、公平に、公平にお願いします。公平にお願いします。先生、先生、お願いします。わかったよ。え、ちなみに2人はダーツってどんなイメージがあったりするの。イメージ、はい、大人
なの？そうかもしれないね。大人の人あのかっこいいベコあるよね。かっこいいベコかっこいい。バーとかで投げちゃってみたいなね。あ確かにあるかもね。めっちゃ似合うと思うんだよね。ま、見てこの佇まい似合う。いくよ。笑われちゃった。ほら、めっちゃ今すげえ外れた。決めろ、ガーって決めつけんな。刺さるから見とけ見とけ。楽しいベコだ。いやー、はい、どうなんでしょうね。ちょファンの方とかはね、どうなんでしょうね。あね、みんなやるのかな。いや、どうベコなんだろう。でもさ、多分だけど、やっぱり船長たちみたいに、うん、普段ね、引きこもって配信見てると思うんで、なかなかダーツをしたことってあんまないと思うんですよ。忙しかったりするかもしれないけど、ね、人たちに向けて簡単に説明とか欲しいな、ダーツに関しては。確かに欲しい、ね、いきなり店頭行くのはハードルが高いという方向けにぜひ。そうですね、先生お願いします。お願いします。じゃあまずは簡単な説明をしていきたいと思うので、ダーツマシーンカモンカモン来たー。リアルライブ様よりマシーン丸ごと1台お借りしてスタジオに入していただきます。ありがとうございます。遊ばせていただきます。はい、というわけでまずダーツライブとは何かっていうと、はい、ね、さっきね、ちょっと面白いこと言ってたよね。やめてください。ちょっとペコちゃんなんだって。いや違います、なんかそのダーツに関してちょっと無知すぎて、ダーツライブ屋さんみたいなのがあるのか、どうやって遊ん、どこで遊んでんのかな。何ですかダーツライブ屋さんって。違う、どこでみんなダーツ遊んでるのか分かんなくて、そう、それが家に来ちゃうってことかな。ダーツライブ屋どこで遊べるんですか、その先輩。ダーツができる場所だったらどこでも遊べるんですけど、ダーツマシーンの名前がダーツライブですね。あ、はい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 。このマシーンの名前がダーツ屋さんじゃないですね。お店だとこのマシーンを買うことになってしまうから、ダーツライブ屋さんだと。さまざまな映像とかね、サウンド、光の演出で楽しめるダーツマシーンとなっておりまして、オンラインで繋がってるので。なるほど。だからランキングとかもね、出たりするんだよね。はいはいはい、はい、会員登録をして専用 IC カード、さっきもね、あのグッズであったカードですね、を使って遊ぶと、自分のプレイデータとか、まあどのくらい買ったとか、どんな点が最高スコアだとかいうのを記録して遊ぶこともできますよ。なるほど。いいですね。その他ね、ゲーム画面を自分好みに、さっき言ったあの、はい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 、ベルベルみたいなのカスタマイズできたりして、楽しいね、遊び方がね、いっぱいありますよ。なるほど。その中で今日やるカウントアップっていうのは、はい、まず0点からスタートして、で、1回ずつ打っていきました。この点数を単純に足していくゲームっていう風になってて、普通にね、あの、当たったら何点、わーい、いっぱい取ったら私が勝ちみたいな感じのルール。わかりやすいですね、初心者でも遊べますね。3投で1ラウンドなので、はいはいはい、3回投げたその合計、ね、はい、ええ、それを8回回ると、はいはいはい、その時の点数っていう感じになる。なるほど。負けられない。そうだ、結構な数投げれるので、かなりね、高得点も狙える。おー、なるなと思います。まあ、まずはでも初めはね、あの、うまく投げられないとかいう人もいっぱいいると思うので、最大1000点以上取れますが、まずは500点を目指していきましょう。500点、なんかハードル高そうに聞こえますけども、そうですね、やってみないと分かんないか。うんうん、500点以上を出すには、まあ、1回で63点取んなきゃいけないと。63点、つまりは、まあ、20のところ3回当てても、まあ、え、大変っていう感じなんだけど。あれ、それ結構ハードル高い感じ、結構ですか、真ん中に毎回1回入れば。あ、なるほど、真ん中か。いや、もう簡単に言ってんけど、そんな簡単に当たんないでしょ。そう、だから真ん中に当てる練習をしてみようっていうのが簡単。あー、なるほどなるほど、ね、はい、OK です。あと、基本は、ブル狙いって、ブルっていうのがど真ん中なんだよね。あー、真ん中、ど真ん中がやっぱり1回で、50点入るんで、はい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 、高い。50点、そう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 、そうなので、はい、結構ね、そこに当てれるだけで結構ね、うんうん、楽に点が取れると。他の場所ももちろんトリプルっていう場所もあるんだけど、これはね、あの、マシンに見ると分かるんだけど、真ん中よりもトリプルって場所の方が実は狭いんだよね。当てるのには狭いみたいな。なるほど、真ん中の近くにある。そう、真ん中のやつと一番外側、真ん中にね、ちょっと狭い輪っかの部分があって、はいはい、あります、あります。その狭い輪っかの部分が実はトリプルっていう3倍の点になる場所。3倍、あ、そうなんだ。ただそこより圧倒的に真ん中の方が的は大きいから、そっちから狙う方が最初は
楽かなっていう。なるほど、初心者向けなんですね。そうです、そうです。 OK、はい、です。あとは、はい、まあ、19から7、16のエリアを狙う。19、7、16? あ、これ外側に書いてある数字のことですか。そうですね、下側だね。はい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 。上の方ももちろんいいんだけど、20点とかがあって、確かに1とか5とか その隣が点数低かったりとかするので。本当だ、低いのがあるんですね。そう、外れてもそこまで痛くない場所を最初狙うと。なるほど、わかりやすい。そういう感じなんですね。はい。そして、投げ方も基本的な、はい、投げ方があって、これは持ってやっていいんですか。はい、実はね、ここにあるんですよね。あるので、みんなもこれなんて呼ぶの、これのことを。あ、これダーツ。ダーツです、ね、これダーツっていうの。そう、これがダーツか。そうそうそう、この全体がダーツですね。あ、持ち勝ったことあるんだと思った。人差し指にダーツを乗せ、まあ、乗せるというか、まあ、普通に水平に持てるよ、親指で。え、こっちなの。親指で上から。で、別にここでこう、こうね、支える支える。普通にこう支える感じでね。人差し指で下を押さえて、で、その上から、はい、そうだね、親指で支える。で、はい、中指を軽く、だからこういう感じ。はい、なるほど、確かに。はい、OK です、うんうん、で、はい、投げ方のコツとしては、はい、すげえ猫が邪魔してるやつ。猫だね、猫がね、すごいわぶら下がってますけど、うん、はい、右と左どっちで打つかによって変わるんだけど、右です。そしたら打つ方と同じ方の足を前に出す、ね、はい、足を前に出す。で、ちょっとこういう感じになるよね。はい、はい、やりました。で、そのままこう、肘をこうガッツリ曲げて曲げて、で、このまま打つんだけど、その時にまっすぐ打ったんじゃなくて、はい、山なりをイメージ。山なりなんだ。こうやって投げてたわ。そう、マリンすごかったっす。山だ。山なんだ。山なりの方が、まあ、打ちやすいよね。なるほど。結局重さもあるし、ちょっとは落ちるから。そうだったんか、うん、山なり。はいはい、OK です。すごい勢いつけるともちろん素早くいけるけど、そんなに力ないよって人でも優しく、そう、紙飛行機みたいな感じ。紙飛行機。あー、なるほど、わかりやすい。それでも女の子だと届かない人いるんで、あとそういう人は、私も最初そうだったんだけど、こう足のスナップも最初は使っちゃってた。そうすると勢いつくから。なるほど。ただ基本はこの手だけの方がいいかもしれない。わかりました。おー、了解ペコです。なるほど。どうですかね、こんな感じで説明大丈夫ですかね。あーい、みんなも分かったかな。あーい、 OK です。わかりました。絶対マリの言い方こうなります。いや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 、いや、それでも結局勢いが大事。勢いでどこまでいけるか見とけって。いや、怖い、怖い、怖い、投げましょうよ。そういうわけで、練習として早速投げてみましょうか。やったー、投げてみましょう、投げてみましょう。はい、というわけで、実際に投げてみましょう。やったー、投げてみます。というわけで、まあね、練習そこ私たちのやつやってみたいじゃん。やってみたいと思って、やりながらちょっと練習してみましょうか。はーい。で、投げる順番なんだけど、はい、じゃんけんできるの。お、曲げませんよ、じゃんけん。負けないべこだよ。いくよ。はい、最初はグー、じゃんけんパー。あ、めっちゃ負けてる。マッチか見えないし、船長の手。パーでーす。最初はグー、じゃんけんパー。あいこでしょ。じゃあ、ペコだから。え、ちょ、あ、え、選んでいい。え、なんでいい。ちょっと選んでいいよ。え、ペコラ、なにビビってんの。うるせえ、一番先に負けたくせに。ペコラ、2番がいい。あ、そういう中途半端な。なんでペコラ。私じゃ経験者だから1番にします。私先導してもらってね。じゃあ、先導1番でと。というわけで、やっていこうかな。あ、ドキ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 。そら先輩は、うまいんだろうな。いや、ちょっとプレッシャーだよ。しかもちゃんとソワ先輩の声が流れてますよ。恥ずかしいね。うまいんだろうな。いやいやいや、プレッシャーかけるぞ。うまい、うまい、うまい。船長だ、船長映ってる。かわいい。17歳。17だからね。あ、惜しい。これはマリンの圧でちょっとやられちゃったの。プレッシャー感じてる。あ、先輩、プレッシャー感じちゃってますか。感じちゃったかもな。ドキドキしちゃったかもな。ちょっと泣かせちゃっていいですか、その先輩。
丈夫です。ペコーラかアスラ先輩のところ。やばい、ね、私本番に弱い。なるほど。練習では一回も。あれあと一本あるってことペコ？これ。あとね、でもぶつかっちゃったからそれ飛ばしでね、更新ボタンを押すと次に。あ、なるほど。あ、なるほど。じゃペコラ。さあペコラちゃんの実力やいかに。任せてください。初めてペコですけどやってみせましょうと。いきますよ。なんかなかなか様になった構え。え、そうペコでしょ。なかなか。はい、どうぞ。いきます。はっ。あ、あ、いいよ。また船長。あ、だめ。可愛いたくさんいる。13。たくさんいる。いいじゃん。真ん中狙いたいなペコラね。いけ。あいべ。あれあれ。ペコラちゃん。次さ、いいのいいの次、いいのいいのここあ、どうそこいいじゃん待てトリプル4だ、でも4か4なのが美味しいよね3倍だから12でもらったまた船長じゃんあ、船長に多いペコだまた船長しかいないまであるわ船長だけしかいないとかはないと思うよしあまりさっき大口叩きながら行きますよ出航おだめお大丈夫ペコ今上すぎたかなもうちょっと下を手加減してやるか手加減あ、うまっあ、それだもうちょっと手加減するか手加減あーあれ大丈夫ペコですかまずいかいやいや大丈夫まだここからですからね初心者のペコーラが今一番得点高いけどこれはそうあれ本当だいやペコちゃんこっからですからねあ、なるほどねこっからワンラウンドでしかも練習なのにみんなもうガチじゃん確かにそりゃそうですよいつだってこれ緊張するんだなお、安定してあ、これは3期生全員ペコランドねおおなんかそんなとこ当たる絶妙な場所ですねトリプルだねあーすごいトリプル3だってやっぱ一気に得点が一気にイエーイやっぱうめえさすがソラ先輩緊張がほぐれてきたいいっすねありがとう当たるかな当てたいあ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん前向か狙うあ、惜しい惜しいあ、でも17だって17めっちゃいいじゃんいいねもうちょいで真ん中あーすごいえマジ真ん中だって近いってやばいやばいペコラ覚醒してるっておいマリン頑張れペコだよちょっと丁寧に投げるわ丁寧に本当だよそれ先輩とやばい船長だけ置いていかれてしまう丁寧に丁寧にあいいじゃんおーすごい丁寧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 あーなんでなんで今刺されよ今のなんでちょっと待って丁寧丁寧もう外しちゃいけないもう。はい。ああいいね。まあ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 まだ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 ここから。ここからここからあとまだなんとかなる。2ラウンドくらいあるけどまだなんとかなるぞ。そうだね。えまだ今まで40点も稼いだけど確かに20にちょうど当たったからか。20はね当たりどころが大事よね。でも500を目指さないのかい？確かに確かに。500遠くねちょっと目標遠くね。500。ああ。大きい勢いが。真ん中刺さるかな。お、いいんじゃないですか。いいね。ペコラ。真ん中狙いたいよね。ああ。まあまあまあ。でもでもでも。いて。縦のラインしか当たらないな。シングル三。確かに3とかに当たっちゃうとちょっと悔しいですね。ねえ、17とかもう隣が高いペコだ。そうだね。すごい。あ、何か。2ちょっと微妙に。よろしくないな。よろしくない。20。上ね。上あ、ダメだあ、でも13でも13だよ真ん中外してないのが良くないあー外したフラグ立っちゃったフラグ立っちゃったぜちょっと、外さないの大事だな、マジでね、外してやっぱ得点3でもさ、3だとしても外さないのが大事ペコラがいっぱいいますほんとだペコラのボケスプリプリ狙っていくペコラペコラかぶれ待てよ待てよ待てよ落ち着いてあ、うまい19強い強い外さないで外さないでペコラあ、いいよあすごいよし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 やばい外さなくなってきた確定一気にあれが抜かれた外さなくなってきたぞ外さないことだいやこれ多分一番大事かも外さないのそうだねファイナルラウンドですえ、最後おおなれおなれドキ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 おなんかそんな位置当たるダブル6だってああ惜しい惜しい惜しいああ惜しいめちゃめちゃ近いミリこれは疑惑の判定確かにいや惜しいっすね真ん中狙いたかったな
れもしかしてマリンか近くなんじゃないの。はい、もう任せよ。コラちゃん行くぞ。どうだ、真ん中で、真ん中。あー、惜しい。でも14だよ。いいよ、いいよ。でかいよ、これは。いけ。あー、やるか。でも、でも20だよ、20。うそ。どうだよ、いいんだよ、いいんだよ。どう？いいね。あ、違う違う。え、やばい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 。大丈夫、サラ先輩、絶対ペコラには勝たせません。なんでペコだよ。はーずっせ。はい、やめろやめろ。狙うぞペコラ。やめろやめろ。ダメです。よし、待って、絶対外しちゃダメ、絶対外しちゃダメ。緊張だね、マリン。あー、マジか、当ててくんの。あ、あ、外すの、外すの。すごい、強い強い強い。やばい、今1が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 1これで固定にしちゃう。確かにいいんじゃないですか、これで。うんうんうん、そうだね。え、でもこれゾロ目出したこと。え、でもゾロ目のてやつ出たじゃん。出たよ、出たよ。1、1、1、1。なんかないんですか。なんかない。これゾロ目賞みたいな。プラスいくつみたいな。よし、さあ、じゃあまたどんどんやっていこっか。いくよ。ワクワク。3位で誰か真ん中狙いたい。確かに1回は出したいね、真ん中。わっ、すげー。しかもめっちゃ可愛い。あ、ほんとだ。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 19は強い。あ、13。あ、3人だ。これは珍しい。ね、ちょっと嬉しくなっちゃった。いいとこ当たってますね。あ、4か。でもでもでも全部当たっていい感じじゃないですか。いきなり55点。強いって、マジで。えぐい。出してこう。さあどうだ、さっきは1番だったけど。ね、今回も1番取らせてもらいますよと。あ、そう。でも7。ちょっとずれればね、トリプルだったのかな。惜しいな。あ、でも、あ、ダブルだって。ダブル？いいじゃん。2倍じゃん。これはでかいですよ。いいね。真ん中来い。あ、でも、すごい。トリプルだって。やばい、やばい、やばい。うまいって、マジで。やっぱ上手くなかったね。え、もう72点だよ、ペコラだって。え、もう72？え、そうだよ。さっき外しまくってたもん、こちら。これもう500点狙われるとこいいじゃん。え、ほんとペコラ？うわ、これいけ。あー、やばい。やばい、破壊しちゃったよ。破壊し、前に来ちゃった。ちょっと待って、落ち着いて、落ち着いて。ドキドキしないで。待って、あ、1番、まだ21番、まずい。でも、ここから、ここから。うん、こっからよ。あー、1番取られました。似てんじゃん。嘘でしょ。まあまあ波があるものだよ。確かに、まあ、ここから波がね、あるものだから。ガッツってそういうもんですか。そう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 。こっから稼げるか。ここからまくれる。あるよ、梅袋なの。ずっと1のところにいたってことだ。なんで。ワンチャンあるか、まだ。いくよ。はい。あ、待って、なんかマリンのやつになってる。あ、ほんとだ、飛ばしてもらって。あー、そうだ。一回大変なことが起こったから。ちょっとね、破壊しちゃいました。すいません、失礼しました。さあ、あ、いいっすよ。あ、ペコちゃんだ。前で真ん中が近いから真ん中狙いたくなっちゃう。強い。いい、15、14、いいですよ。あ、狙いすぎちゃったな。破壊したって言わなくて意味がない。でも取れるんだよね。ペコラもさ、1ラウンドで72稼げたってことだから。確かに。頑張れば、ガチればまだまだここからでもいけるか。いける、いけるよ。早くろう。どうだ、ペコラ。うわ、お、あ、いい、あ、惜しいね。これちょっとつまりずれれば。トリプル真ん中だけを狙いたい。そう、真ん中狙いたいみたいな。絶妙にトリプルギリギリの。ね、なんかね、あと3倍ですか。あー、絶妙に。でも外してないってのはさ、大事なことなんじゃないですか。確かに、確かに。そうだよね。もう外さない、絶対外さない、外さない、外さない。頑張れ、マリン。外すな、外すな、マリン。あ、いいね、いいね。あ、トリプルか。これトリプルじゃない。トリプルいった。一気に59だよ。いいぞ。あ、え、いい、トリプル20。やばい、あんたもう100越してる。あ、え、すごい。え、なんかしちゃった。なんかしちゃった。え、なになに、なに、え、なに、ロートンって言ってた今。え、なになに、え、なに、え、なに、え、すごい、なんかモーションみたいな。何今の、え、なに今の、え、なに、120点だからでしょ。あー、トリプル取ったからでしょ。え、マジで。あんたトリプル2回だよ。だからちょっと今ダンス
の皆さん、このように2点からのスタートでも一気にこのようにこのようになると、やばいやばい、負けたくねえべこ。すごいの出ちゃったな。いやすごい、本当にすごいよ。なかなかの2点のトリプルはやばいことだね。なんか奇跡みたいな。あ、これあ、すげえ、これやばい、これやばいよ。もう141点ですよ。トリプル、トリプル、はい、惜しい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 な。あ、いやでもトリプルの19はやばいって。やっぱトリプル大事べこだな。一気に稼げるマジで、うん、トリプルはねすごい熱いな、これマジで熱い戦いに、いくらでもチャンスがある。そう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 、だからね初めての人でも、ね、あ、惜しい惜しい、おーおー、あ、いけいけいけ、トロメトロメ、やっほー、真ん中も狙いたい。え、惜しい、うわ惜しい、あと1ミリ、うんうん、右だったらミリ、なんかちょっと右っぽいのかな、ペストラも確かにね、あーそうだね、自分の癖も分かるといいですね、確かに。あーやばいかー、やばいやばい、でもいい、外してないだけな、大事大事、ね、よし、みんな上手だよ、さっきの輝きを取り戻して、おいいねー、ちょっと待ってよ、力強い、マリの力強いペコなんで、あっ、ナイスナイスナイス、壊れたけど、壊れたけど刺さった、ちょっと待ってよ、あ、よしよしよし、すごい、あ、すごい、どうだ、すごいよ、またいいんじゃないの、200いってるとか、200一人、なんかすごい、まあ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 、え、これ500いけるよ、狙えるか、これ狙えるってないけど、真ん中刺さるんだから厳しくないか、あ、そっか、4ファイナルか、あ、5ファイナルだ、5ファイナルだ、そう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 、え、あーっと、やばい、200、トリプル当たるとでけえ、マジでトリプルいいな、でかいな、トリプルいい、マジで、あ、いいね、18ですよ、楽しいな、マジで楽しすぎる、うん、うん、うん、みんなでも今回ポイントめっちゃ高くね、高い高い、高レベルな戦いですよ、お、いいね、トリプル狙いたい、ペコ、ペコラ狙うのは真ん中よ、確かに、真ん中行くか、当てろ、真ん中、ちょっとペコラ右、あ、確かに右寄りだからね、おっと、2かー、大丈夫、やっぱり、よしよしよし、よし、よし、真ん中いけ、くそ羽外れてますね、耐える得点低すぎた、全部当たっても、でも羽もね、うん、くそ、まあ最後の最後に当てるか、真ん中頼む、いけ、狙う、いけ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 、待ってよ、あっ、あれはいい、真ん中、真ん中、得点高い、真ん中、左行きすぎか、うん、当たんない、真ん中もうちょい上か、あー当たんないけど、でもあんた当てるから毎回得点高いんだよ、でもいい点ですよ、いいね、すごい、お、楽しい、あと何回かいけば、もしかしたらいけるか、いけるんじゃない、真ん中いけっか、254マイスやった、うまくね、うまい、うまい、うまい、楽しいんだけど、マジで、え、ね、楽しいな、やりたい、もう一回やりましょう、次は勝つぞ、今度こそ真ん中当てようぜ、ねえ、ブルブル、ね、ブル狙っていこう、いや、2点スタートであそこまで登れるんだ、え、すごいよ、すごいよ、諦めなくていけるな、これ、お、いい位置、いい位置、ダブルだって、おー、あー、惜しい、惜しい、あー、ドリブルきた、いや、いいですよ、狙いが、ダブル、ダブルとトリプル、うまいでも、低いところダブルトリプルだった、いやいや、でもダブルトリプル当たるのはもうアドでしかない、くそくそいけ、お、なんか、いい位置に、いや、でも全然当たってる、当たってる、まず当たるだけの最初はすごいから、あー、シングルに、やっぱさ、一回ダブルとかトリプルに当たるという思いしちゃうとさ、そうそう、もうシングルじゃもうさ、耐えられない、物足りない体になっちゃった、物足りない、いくぞ、いく、あ、やべえ、あ待ってよ、強すぎて、落ち着いて落ち着いて、左寄りなんだよね、マリンは、あー変なとこ、普通に4か4はちょっとしょっぱ、でもさ、あ、高いやつ、あ、でもでも、あ、でも、ゾロメゾロメ、ゾロメの姿が入った、いいね、ゾロメの時のカードいいな、ね、かわいい、背景か、いやいいね、楽しい、ちょっとダーツハマってきた、楽しい、楽しいでしょ、ちょっとスタートが悪いけど、まだまだだんだん伸びていくから伸びしろ、伸びしろ、いいよいいよ、20点いいよ、あー、あー惜しい、上の方狙いすぎちゃったな、おー、当たってる、トリプル
ナイス。やばい、じゃエモいエモいエモい。トリプルいいね。トリプルがピュピュピュンって音がもうさ、なんか気持ちいいよね。癖になってきちゃった。もう一個はどこかに当たってればよかったな。なおかず。トリプルやダブルを狙って。真ん中。真ん中。真ん中。右にでも13だからいい。そうだな。真ん中。でも12だからいいよね。なあ、真ん中。真ん中。真ん中当ててーなー、真ん中難しいね。真ん中難しいね。難しいね。最初に真ん中に当てるという栄誉をさ、手にしたいよね。あ、大好き。22からのスタートいきます。え、いいじゃん。もういいね。あ、ま、50来てる。50すげーすげー。50の空先輩来てる。50の空先輩。え、あんたすぐトリプルだよ。すごいすごい。話しかけるな、見られる。まあ、確かに集中大事だよね。あ、もう乱れた。乱れた。さ、すごいダブルトリプルに良かったのに。ダブルトリプルゼロ。じゃあ、みんな私はさっきそうだったから盛り上げないで、緊張するから。あ、面白い。まあ、そういうのがあるから面白いよね。めっちゃ楽しい。あ乱れてますよ、その乱れちゃったわ。乱れてますよ。やりましたね。さすが。満足しちゃったんだけど。ダメ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 。さすが先生よ。ああすごい。マジか。トリプルの19やばくない？えぐいって。すげえ、さすが先生。やばい、心が折れちゃう。折れないで。心折れちゃう。強すぎ。ははは。何？ダッシュ。あ、ダッシュ。ダッシュ。やだ。コンペだった時のだ。やだ。ペコラ続け。オッケー、分かっとけ。ペコラここでブレ。真ん中かっこいいってマジで当てたい。あ、惜しい。もっと右か。3人連続ブルだ。さりげなくマリンにまで。やばい、やばい、やばい。ねえ、待って、プレッシャーだからよ。3人連続ブルだから負けてよ。あ、面白い。行くぞ。一回ブルに入ったよって。あ、そういうことか。やっぱ、うんうんうん、だったらさっきソラ先輩もワンブルじゃないの？あ、でももっと高得点のやつ。あ、うんうん、そういうこと。え、待って、みんななんでそういうことすんの？やめてよ。プレッシャーや。お願い、ワンブル。いけるいける。お願い、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 ほんとお願い。あ、でもいいよ。あ、でもでもダブルダブル。ダブルだからいい点だよ。あだ。奇跡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 。でも全然いい、全然いい。すごい。やばい。3人連続達成。こんなことあるの？マジすごくね、すごく。普通に。これ奇跡でしょ、マジで。本当にびっくりした。ああ、緊張した。いや、嬉しいね、これ。まだあった。終わった気分だった。ちょっと満足感がすごくて。満足しちゃったよ。今ので終わりでいいレベルだった。でもみんな結構今点がさ、割とさ、追いつけそうな点してるからね。確かに、ここからもどう行くかですよ。惜しい。ちょっとここ振りして、うまくいくか、みんな。あー、マリアの13はでけえ。やったー。これはでかいって。でかいね。これは追いつけないか。いや、またブルを取れば。マジで、マジで言ってる。マジで言ってる。え、どうやって今さっき取ったんだ、自分。わかんないよね、あれ感覚が。3人連続なんかおかしい。え、おかしい。なんで何か流れがあったんだ。あったよね、なんかね。そんなことあるかっていう。願い。でも当たってる位置いいよ。でもね、いい感じ。うわぁぁ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 ぁ頑張れ。もう勝てる、もう勝てる、もう勝てる。あ、でもいい。あ、でもでもダブルだから。ダブルよ。お願い、お願い。いい感じ。あ、やばい。いいよ。お願い、お願い、お願い。やばいよ。ダーッ。クマさん。力が強すぎて。ああ。勢いが。いや、でも
出たね。3人連続やばい、2回出たからね。やばいって素晴らしい。しかもさ、1回で取れてる点もみんなすごくない？確かにすごいってこと。うちら成長したね。したしたした、マジでちょっと上げればこんなに成長できるってことがさ、1ヶ月の間ねやってくれればみんなも500狙えますよね。狙えるよこれは。君たち狙ってください、ぜひ。お願いします。楽しい。いや、めちゃくちゃ練習ですごい力ついたじゃん。ねえ、やったー。取れてた。いや、めっちゃ面白かった。奇跡起こりすぎ。起こった、マジで。いや、もう全員まさかのブルー、ブルー。あんな高得点なかなか出ないよ。いや、すごかったじゃないですか。ちょっと感想でも言っちゃいます。ね、言っちゃおっかな。いや、でもね、私は今回、はい、まあ、私は経験者ということで来たんですけど、やっぱり緊張するとやっぱりそうですよね。分かれるなっていうのと、やっぱり2人がね、すごい楽しそうにやってるの見て盛り上がって、で、自分もね、またね、いつもの調子を取り戻すことができたので、やっぱね、みんなで遊ぶっていうのがやっぱね、ダンス最高だなって思いましたし、やっぱ自分たちのこう、体型が出てくるのもすっごい嬉しくて、本当に最高のはいコラボだなと思いました。はい、ありがとうございます。すごい大興奮してるよ。いや、でもさ、本店長も思ったんだけど、なんか2点とかしか取れなかったり、なんかやばいって思っても、結構トリプルに何回も当たればグラッて上がってったり、これ1人でも全然遊べるから。そうだね、1人でやっても、ほら、今はね、このネットの輪があるから、普通にハッシュタグとかつけて、そうだよ、このみんなで、ホロライブリスナー同士で点を争ったりとか、一人でもそういう遊び方がね、できますからね。うん、いっぱい遊びに行ってください。お願いします。お願いします。ペコちゃん、どうだった？いや、ペコはね、ちょっと初めてのダーツペコです。最初の方はね、ちょっと、あんまり下手ってのこともあったけど、人生初めてのそれで、いや、3人連続だよ。嬉しかった。嬉しい。やっぱあとさ、あの投げてさ、背景が自分たちのことが出ると本当になんか嬉しいし、あとボイスもソラ先輩も聞きながらできたのがすごい楽しかったので、ぜひみんな遊びに行ってほしいなと思います。イエーイ。そしてね、今回はね、はい、あ、そう、実際はあの8ラウンドで3と24との勝負なんですけど、私たちはね、4ラウンドの短いバージョンやってますよーということで、はい、ね、しかも8投も投げられるとやっぱね、1回でのこう、うん、だんだん成長していく感じが分かると思うので、無限にやりたかったと、ね、ずっとやりたかったっていう気持ちもあるので、うん、はい、あのね、この期間中たくさん遊びに来てもらえると嬉しいです。私たちがね、遊んだホロライブ、はい、カウントアップが9月の、ね、1日から全国のダーツライブ設置店で遊べるので、